皆さんこんにちは。こんにちは。2015年10月5日第1月曜日、10月の第1月曜日になりましたので、13時ですね、15時か15時になりましたので、 A to Z チャンネルの時間でございます。一月経ちまして、はい、僕毎回言うけども、はい、今回の一月はまあまあ長かったかな。そうですね。そうですよね。はい、なんとなくそう。はい、でだいぶ気候も涼しくなりまして、はい、もう夏の鍵はもうないよね。もうすっかり秋でしょ。もう長袖じゃないときついですね。もう寒いだよね。あの、風邪をひいてる方ですとか、うん、口内炎ができてる方なんて思いますけどね。いろいろとね、はい、こう煩う季節、ね、煩っちゃう季節です。煩う、そうね、あの金木犀の香りなんか嗅いだ日には煩っちゃうよね。なんすか、恋煩いですか。まあまあ、そんなようなもん、なんかキュンとする季節って、あの、煩っちゃうよね。雲も綺麗で。夏が惜しいみたいな、うん、みたいなやつ。いや、夏が惜しいんじゃないんだよね。なんか、季節の変わり目って、なんでこう、煩っちゃうんだろうね。そんな煩わないと思う。そっか。あの、先月は、あのクレイジーウェディングの方はね、ゲストに招いてお話しましたけど、はいはい、今月はですね、何でしょうかね、まあ簡単に言うと和服関係の方といいますか、ほう、関係っていうとあれなんですけど、はい、和服好きの方といいますか、うん、僕もね今日初めてお会いするんです、実はね。あ、そうなんですね。 でもなんかちょっと友人つながりが、まあ、あの、はい、フェイスブックなんですけどね、はい、あの共通の友人がいて、はい、なんとなくお話を伺いたいなっていうことで今日お呼びした方なんですけどね、はい、で話を聞いていきたいなと。でちなみにですね、その和服の話をするにあたってですね、はい、遠藤文明仮面は、はい、和服を着たいと思うことってありますか。そんなにないかもしれないですね。その例えば結婚式に出るってその友人が例えば和服でいるとか、はい、成人式の時に和服を見てて、うん、あ、なかなかいいじゃん、これ着たいなみたいなとか、特に今のところないですか。そうですね、成人式とかなんか特に、うん、なんかやっぱ今年も荒れる沖縄の成人式みたいな、なんかこうやっぱヤンキーみたいな人が和服着てるのがイメージ的に僕らの代もちょっと多かったので、そう、なんかうまく着こなせてないというか、そういう方に限ってよく見るような気がするので、なんかスーツとか普通に着ればいいのにとか思っちゃったりも。まあまあ、あの中村勘三郎さん歌舞伎のね言葉で、まあ型を身につけてそれを破るのは型破り。あ、それは僕も聞いたことあります。型を知らないのに型を崩すのは型なしなんていうね、その歌舞伎の言葉ですけど、まあその型なしになっちゃってるね、そういうイメージが。まあそのせっかくの和服しっかり着ればかっこいいのに乱れているってことですよね。まあそんなのも踏まえつつ、はい、今日はあの和服をちょっと広めていこうっていうようなことを考えてらっしゃる方が今日ゲストにいらしてるので、うん、まあ正直な話、僕はねほら和服着るじゃないですか、はい、普通に、はい、今日はそれに合わせてちょっと着たところもあるんですけど、はい、そうでなくても着るじゃないですか、はい、だからその和服の良さも、まあ、悪さっていうのもちょっと分かるので、はい、そういう立場の人に、なんていうのかな、普段から一緒にいる人に聞くのと、またちょっと広めようっていう考え方の人に話聞くのとまたちょっとスタンスが違うので、なるほど、正直に自分の意見を言いつつ、はい、若者代表として僕が、はい、正直な話を聞きたいんですよ。はい、わかります、きっとね。なのでそういうのも踏まえつつ、はい、今日は話を聞いていきたいと思いますので、はい、番組を始めちゃってください。はい、 A to Z チャンネルスタートです。改めましてこんにちは。こんにちは。
A to Z チャンネルの時間でございます。今日もお相手は直也と遠藤文明仮面がお送りいたします。どうぞ50分間また45分間ですねお付き合いいただければと思います。はい、今日のゲストは、はい、先ほどもちょっと紹介しましたけども、はい、和服を広めたいという多分ですよ直接お話を伺ったことない、ね、お話を聞かないとね、はい、というかでお呼びしたいと思います、はい、今日のゲストはユニさんでございます。どうぞいらっしゃいませ。今日も着物を着ていらっしゃいますな。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。こんにちは、ユニです。こんにちは、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まずは僕もさっき10分前ぐらいに初対面なんで、はい、あの自己紹介っていう感じでちょっと伺いたいなと思います、はい、お願いします。はい、はじめまして、岡田ユニと言います。活動名は唯一無二ドットジャパンという、あの検索してもらうとホームページが出てくると思うんですけど、着物を若い人たちにもっと自由に気軽に着てほしいという思いでいろいろ広める活動をしています、うん、はい。ご自身は普段から着物を着てらっしゃる？そうですね、去年の8月15日から、毎日着物を着る生活をしていて、それ具体的に覚えてらっしゃるんですね。その8月15っていうのはなんかあったってことですか？その8月15日から、はい、例えば1年間は絶対着ようって決めたとか。そうです、それで洋服も捨てたんで全部。あ、もうやらかしたんですね。じゃあ やったんですね。やらかしたって、もうやるぞっていう意気込みでもやった、はい、そこからもうそうです決意して。それきっかけっていうのは何なんですか？きっかけは何ですかね。なんかそれ実際に着物に興味が出始めたのはそれのさらに1年前で、はい、今から2年半前ぐらいなんですけど、はい、そこで本当になんか着物をただレンタルして着たっていうところをきっかけに、はい、あ、なんかいいなって思い始めて、ちょっとずつ、じゃあ、まあ、それがまだ春ぐらいだったので、はい、まずは浴衣から着れるようになろうと思って浴衣着て、その後にじゃあ今度着物着れるようになろうと思って、はい、着物着て、はい、でそこからちょっとずつ着物をやっぱ着れる機会を増やして、うんうん、何回も着ていくうちに週1回着てたのが週2回になっていって、はい、こう回数が増えるうちに、はい、あ、なんか楽しいと、なんか自分自身が着る回数が増えれば増えるほどすごい楽しいっていうのを自覚し始めたので、はい、あ、じゃあ毎日着たらもっと楽しくなるなと思ったのと、まあ、それをできれば仕事だったりとか、うん、他の人にもその良さを知ってもらえたらなと思って、はい、っていうのというところでまだ全然経験がなかったから、はい、毎日とりあえず来て、はい、自分が実感してみようと思って、うん、その日に、なるほど、1年前に決めたんですね。決めた感じです。まあその最初のきっかけから、そのあ、これはいいぞと、あの、うん、まあ着物、まあ良さがあるから自分も着てらっしゃるし、はい、他の人にも発信したいと思ったと思うんですけど、うん、その良さっていうのはどこにあるんですか？着心地がでもとにかくいいですね。あと慣れるとなんか楽です、逆に洋服よりもって思います。すごい、なるほど。だからこの自然素材ってあんまりこう洋服で身につける機会なかったんですけど、絹だったりとか木綿だったりっていうものをなんか身にまとうこと、はい、なんかこう全身あと包んでくれるじゃないですか、はい、着物って、はい、なんかそれの安心感がすごいいいなと思ってますね、はい、そうですよね。まあ、今遠藤文明洋服ですけど、はい、あの自然素材は、まあ、含まれてると言ってもほぼないと言っても過言ではないですね。ポリとかその化学素材、まあ、そのそれが悪いというわけではないんだけど、はい、うん、その自然素材ってっていうのは、まあ、例えば着物だったら、うん、僕が今日着てるのは絹なんだけど、これは河川ですか？今日これは河川です。今日の、はい、僕が着てるのは絹なんだけど、例えばこれっていうのはちょっと扱いが、まあ、例えばクリーニング出さなきゃいけないとかそういうのはあるんだけど、大切にすれば孫の代まで使えちゃうわけですよ、うん、だそういうのは、まあ、確かに大きな魅力ですよね、うん、そのあの大事に使えばずっと使えるし、受け継いでも恥ずかしいものじゃないっていうか、悪くならないっていうか、味が出るというか素敵になるっていうのはまず一つ着物の大きなポイントで、
なんだろう、そういうのはなかなか洋服だとなかなかないんですよね。まあ革だったりするっていうのもまあそれ自然素材じゃないですか、革ジャンとかっていうのはなかなか長持ちたりするし、そういうのがまず一つ。あと次に今言った楽っていうのは、男で言うとね、それは僕は男の着物を着る立場から言うと、あの女性のワンピースみたいなもんってよく言うんですけど、着物大変じゃないって言われて、いやいやワンピースみたいなもんだから着て帯結ぶだけだから超楽だよっていう話をするんですけど、女性って着物着るの大変なイメージがあるんです。僕が着物着る立場から言ってもあるし、普段着物を着ない女性の方からしても着物って着るの大変だよねっていうイメージがどうしてもあるじゃないですか、こう、はい、おはしょりをして、はい、こう自分で帯を結べないみたいなのがあるじゃないですかなかなか大変っていう、だそこはご自身は最初はちゃんと着てたんですか？最初はそこは入りましたね。でもやっぱりめんどくさいから、はい、どうやって楽に着れるかなっていうのを追求していたっていうか、まあでもかっこよくスタイリッシュに着てたかったんですね、どっちかっていうと、はい、もともとそうだったね。スタイル自身がなんかこうなんですかね、上品で可愛らしいみたいな感じだし、はい、そこからそうスタイリッシュにかっこよくまでって結構なんか無理があるなと思ったのもあるし、はいはい、もともとあんまり物を持つのが好きじゃなかったので、はい、シンプルイズベストじゃないですけど、やっぱああいう着方をするときにいろいろ道具使ったり、はい、物が増えるのがすごい嫌だったので、はい、それをそぎ落としてた結果、はい、男性と同じような着方をするようになった感じです。そう、さっきあのお会いした時に着物姿現れた時にそのこの長着を着て、帯を結んでるだけの、まあ男、まあ浴衣っぽいっていうんですか、浴衣ってなんかそういう感じじゃないですか、うん、だからあの女性の方でも浴衣は着れるけど着物はちょっとっていう感じの方結構多くて、うん、この外が一番外を着て帯を結ぶだけだったらやっぱり僕も楽だからよく着るし、女性もそうだったらやっぱり着れると思うんですけど、うん、あ、ちなみにですね、なんで着ないと思いますか、はい、着物なんで。でもその値段的に高いとか、はい、やっぱり着るのに時間がかかって面倒くさいとか、はい、それはクリアしてますか、広めるに、広めようという活動をするにあたって着づらい問題とか、はい、高い問題とかっていうのは解決して広めてますか、うん、解決して広めてはいます。なんかその先入観がある人が多いから、はい、まあ、そこは体験してもらうきっかけをとりあえず作るっていうこともあるし、はい、多分私と同じような着流しのようなスタイルであれば、うん、時間的にも短いし楽っていうのは、はい、あの自分で一番実感していることなので、なるほど、そこはクリアできると思います、はいはいはい、ああもう自分で着てみてちゃんと着れるようになってからだんだん崩して、まあ、さっきの最初の話じゃないですけどちゃんとできるようになってから崩していって、うん、削ぎ落としていって今のスタイルがなってて、はい、それで今もあのなんていうんですかね、普段から着れますよっていうのを自分で身をもってやってるわけですもんね、うん、はい、はい、なるほど。ところで遠藤文也かめ、はい、着物を着てる女性はどうですか。例えば街で着物を着てる若い女性がいたとしたらイメージはどうですか、その人に対して。なんかでもやっぱ女性の場合は可愛らしいなとか、うんうんうん、やっぱりいいイメージはいいイメージなんだ。そのなんていうか、なんて言ったらいいんですかね、女性はやっぱある程度そのあんまり知識がない人が来てもちゃんとするというか、まあ見えるわな、うんうん、男だとたまにそれこそ夏祭りとかだと浴衣ですけど、それはなんかすごい胸が不自然に開いてて、だらしないなとか、うん、そうね、だらしなく見えないね、なんでその格好なのにスニーカー履くのみたいな、うんうんうん、あ、それさっきの話言うと肩なしの状態ですよね。やっぱ乱れてるのは目につくってことだね。女性はやっぱなんていうんですかね、やなんかこうなんて言ったらいいのかな、やっぱある程度隠さなくちゃいけないのとかもあるからちゃんと着るのかな、うん、まあそうだね、うん、まあどっちにしてもやっぱ夏祭りなんかでいうと浴衣はあの冬のスノーボードのあのスノーボードウェアと一緒で魅力が上がって見えるっていうかね、うん、浴衣とかやっぱ着物を女性着てるのはいいやね、うん、っていうのもあってやっぱり広まる種はあるんでしょうねきっとね、着物を、うん、あの女性の方に聞いてもやっぱ着れるようになりたいって聞きますし、
で僕がその着物が広まらない理由っていうのはなぜかというと、はい、僕なりに思うのはやっぱり日本人特有の右習いみたいな感じで恥ずかしさがあるんだと思うんですよ、うん、みんなが着ていないから私は着ないよっていう、みんなが着る成人式なんていうのはもうみんな胸を張って着ていくわけですし、浴衣の時期だったらみんな浴衣を着ててもおかしくないから着るわけですし、だから普段着のその広まらないハードルっていうのは恥ずかしさにあると思ってて、だからそれをだんだん溶かしていくのが一番いいなと。で着物を着たいっていう欲はみんなあるとすれば、やっぱり興味がある人はこうやって着るし、ほっといても着るので、あの着物を着たいっていう種を育てるにはどうしたらいいかっていうのはやっぱり着てみて、みんなが着てる場所で着るっていうのはやっぱりイベントがいいのかなっていうのはありますよね、着る場を作ってあげる、着方を教えるんじゃなくて着る場を作ってあげる、でみんなが着てるところを作るっていうのはやってらっしゃるのは僕は拝見してるので、あれすごくいいなって思いますね、はい、はい、イベントなどはい、はい、イベントなどやってます、ね、毎月とか毎月やってるのに協力してるのもあるし、不定期なのもありますし、夏はやっぱりその浴衣があるんで花火大会とかお祭りとか、あの行ける場所が浴衣を着て行けるっていう場所がもうたくさんあるんですけど、やっぱシーズン過ぎるとその今言ってたみたいな着て行ける場所がないっていう人がすごい多いので、なんかこの着物を着てここに行くっていうのがあればすごいいいなと思ってて、ああ確かに楽しそう、みんなで着れば怖くないじゃないですけどねいやそれは大きくありますよね、やっぱりそういう時はやっぱり喜んできますし、みんなやっぱり、あ、やっぱりみんな興味あるんでしょってなんかこっちも言いたくなっちゃうし、主催者側も楽しいし、来る側もなんかドキドキしながら、まあ、結構気軽なもんなんだなって、で慣れてる人やっぱちょっとずつ着物も崩してきますしね、でそういうのを見ると、あ、別にこういう着方でもいいんだってちょっと安心もしますし、ハードルはどんどん下がっていくのかなと思います。エンドミマキメン、今度着物を着てみたらどうですか？はい、全然言えてないですけど着てみたらいいんじゃないですか。あのイベントあるときに俺も一緒に行くから、はい、着物を着てみるっていう、あの興味がない人が着たらどうなるのかってもちょっと気になる、ね、俺が今日最初聞いたじゃないですか、はい、であんまりそんなに興味があったことはないみたいな感じです、なんかそう、あのたまにそうですね、なんだあれは、あの大江戸温泉とかだとなんか、はいはい、あの、あれは浴衣、うん、貸し出ししてるじゃないですか、はい、結構あのすごい細身で、まあ、着方がそれも悪いのかもしれないんですけど、自分的にこう鏡で見て似合わないなって思う、なんかすごいスカスカなんか御家人残苦労みたいな、なんか何言ってるのか分かんないけど意味分かんないなんまあいいや、そう品がある感じじゃないっていうか、そう、それこそちょっとなんかなんだ ルローニみたいな、まあそうだね、なんか着物はちょっとかっぷくいい方が似合ったりするからね、似合わないなって思って、でそういうのもあって自分はあんま着ない、なるほどね、だそういう人がちゃんと着せてもらう、まあ、そういう人でも着る着方があるわけで、着物はあのちゃんと女の人は寸胴に着るし、男は太らせて見える、だから今のその洋の社会とちょっと違うんだよね、和服の世界って、あのだから男でもその細身でもちゃんと見えるように着る着方があるから、今興味のない人が着物を着た時にどういう風になるのかっていうのはむしろいいかもしれないね、イベントとしてはなかなか、あ、ほらねってやっぱり言えますしね、楽でしょうみたいなのも言えますし、イベント主催者側としてもなんか、あ、実験台だよ、ちょっと今度聞きに的な実験台私がモデルとそうそうそう、モデルケースで、なんか結構細くて背が高い人は女性もの着てる人多いです。へえ、サイズ的に古着だとあんまりないから、あ、でもそれ僕結構洋服でもたまにあって、その腰回りとか、あのウエスト結構細いんで、女性物でちょうど良かったりするんですよ、前バイトしてたところだとそのベルトとかも全部貸し出してくれ、まあ、スキヤで働いてたんですけどスキヤの時は完全に女性物のベルトを使ってたりとか、かなり余っちゃうので、女性物を
それなぜかというと、うん、男のあの最初に言ったその安いという条件で、ね、うん、安いという条件でいくと、うん、古着が安いの、はい、っていうのはあのサイズ感があるから、サイズが合うものが、はい、なんていうのかな、需要と供給のバランスの問題で、あのサイズのなんていうのかな、ちょうどいいものはちょっと高かったりとか、なんか変にすごい長かったりすると安かったりとかするんだけど、うん、そもそも昔の日本人って背が小さくて、はいはい、遠藤文明亀ぐらいの言えてないんだよね遠藤文明亀ぐらいの背の高さの人っていうのがなかなかいなかったわけ、はい、だから古着で出回ってるそのサイズ感のってなくて、で女性ものはなぜいいかというと、うん、女性ものってもともとはしょって着るのね、あ、そうなんです、ちょっと折り込んで着るの、だから長いのすごく、へから、長い女性もだから女性ものだと長いからもともとちょうど良くなるぐらいになる、そういうことなんですよ、だから女性もののサイズ感合う方が多分男もんで探せるも多いんじゃないかっていう、うん、基本的に他になんかその機能的に変わってるところはないんですか、男女で、あ、男女で変わってるところ、なんか作りとか、はい、脇の部分がこの空いてるか空いてないか、そう、ここつながってるんですよ、男は、あ、これ短い、はい、ここの脇のここ空いてない、これつなが空いてるでしょ、あ、へえ、それは何かあるんですか、意味的な、もともと両方空いてて、はいはい、まあ、こう通気性がいいじゃないですか、はいはい、ここに汗かいたりするから、はい、そうですね、はい、でなんか男性はなんかよくわかんないけど機能的とかにも考えて、それで短くなってったり、ここ詰まったりしたみたいな、うん、ここに何か入れるのはなんか基本的にありなんですか、あ、ここの田元にですか、 なんか入れてる人がいるような印象もあるんですけど、うん、なんかね、別にこうすごい入れすぎたらあれだけど一応なんかここは物入れとして正式に使っていいとこなんですか、なんかあんまり入れないんですよ、実はなんかね、あの財布入れてボーってなってる人とかいるし、うん、俺スイカぐらいは入れるの、そういうスイカ入れてピッてやったりはするんだけど、あ、びっくりだ、そっちはスイカスイカ入れんのかよ、確かに入りするんだけど基本ここなんだよね、物入れるのって、入れるとすればね、財布とかここに入れるんですよ、うん、まあそんな感じ、女性も女性の人も結構ここ、私はあれですけど、うん、ここに結構ガッチリ太めの帯してるから、ここに、あ、なんか本当に大きいお財布とか入れてる人いますよ、ここにガサッと、あ、なんかたまおばちゃんとか見るよ、よく入ってたんですあ、そういえばおばちゃんといえばですね、言われませんか、崩した着方をしててちゃんと着なさいみたいな、私は実は言われたことなくて、はい、でも周りにはなんかその世で言うお直しおばさんみたいな人に、はいはいはい、出会ったっていう話を聞いてて、はい、そうですよね、なんか中途半端多分聞いてた、あの、来てたら言われて、まあ、ね、うん、ここまでなんか振り切っちゃってると言わない、うんうんうん、まあまあ確かにそうですよね、その置き方はいろいろ違うわよって言ってもそれは分かってるって思われますもんねそこまで崩してる方は確かに大丈夫あの着物もいろいろルールがあるんですよ、はいはい、あの今で言ったら今10月でしょ、はい、ちょっと10月の前9月でしょ、9月だけの着物があるの、はい、まあ正式には違うんですよ、 春先にもあるんだけど、はい、年に2ヶ月しか着ない素材っていうのがあって、うん、そういうのとかも言ってくる人がいるわけですよ、着てると、うん、今それじゃないよって、ああ余計なで年に2そうそう、 そういわゆる余計なさ年に2つ式しか着ない素材を買わない人もいるわけ、だから夏と冬の着物しかな、はい、夏と冬は絶対全然違くて、はい、でその間の服があって、はい、まあ一重って言うんだけど、はい、今着てるの合わせって言うんだけど、うん、それがそういうルールが細かくいろいろあるのね、はいはい、だからそういうのはちゃんと着てる人はすごく目ざとく見つけてくるんですよいや本当に言ってくる人は言ってくるらしくて、それはなんか着物屋の人とか、いや、その趣味で着てらっしゃるおば様方が結構気にして若い人に指導をしてくるの本気で着てる人たち、うん、本気っていうか着るのはちゃんと着なきゃっていう、だそういう人たちを見てるとやっぱりハードル上がっちゃうんだけどね、うん、気軽じゃないよ全然、あ、うん、なるほどね、その模様とかも一つ季節を先取りした模様を着るのが粋とかなんかそういうのはあるのよ、うん、細かく柄が女の人の着物入ってたりするじゃん、はいはいはい、それも今の季節じゃなくて次の季節を着たりする、季節っていうかモチーフっていうか、うん、そういうのをなんか着たりするのがいいとかそういうのがいろいろあって、はい、一度賜ることがあるらしいですよ、うん、女性の方特に、男は別に
言われたことありますか？僕は良いですねとは言われますけど、うん、あんまりこう指導は受けたことないですね、うんうん、あ、着物を着てる人に良いですね、うん、でもファッションをしてる、ファッションを仕事にしてる方には崩さないでほしいっていうことは言われたりもしますけど、ね、ファッションっていうのは洋服のですか？そう、洋服っていうかその服を勉強してる人、ファッションの歴史とかを勉強してる人で、そういうのを大切にしたい人にはあんまり崩さないでほしいなみたいな言われ方はしますけどね、まあ、僕としては洋服でも和服でも服という認識なので、別にこう帽子もかぶりますし、ブーツを履く時もありますし、別に何も気にしないで着るんですけど、服だから別にうるさいなっていう、ね、ただ結婚式とか行くときはちゃんと着ますけどね、うん、あの迷惑なんないよね、うん、はい、私服なら別にね、はい、どうしようと好きな余計のお世話でしょ、いいますけど、はい、そういうことなんですよ、うん、はい、まあとりあえず一曲挟んで、はい、あのペラペラ喋りすぎたんで熱を一回冷まそうかなと思います、ね、はい、今日は久しぶりに風見静香さんの曲を、しーちゃん、しーちゃんの曲を流したいなと思いますので聴いてください。風見静香でありがとう。
風見静香さんでありがとうという曲です。ユニさん、風見静香さんもお知り合いなんですね。あ、そうです。しーちゃんも知ってますね。はい、しーちゃん飛び回ってますよね。でも最近なんか活動見てなかったです。あ、なんかね、Facebook で年中、はい、今日はここでライブっていうあちこちでやってらっしゃいますね。はい、あの人もやると決めてやったタイプの人ですよね。それで生きていくぞっていう意気込みが感じられる感じの活動ですよ、うん、素敵な、はい、唯一無二ドットジャパンについてちょっと伺いたいんですけど、はいはい、どういうことやってらっしゃるんですか。そっちは着物のレンタルと販売とオンラインスクールがメインですね。はい、オンラインスクール、はい、まあ着物販売なんていうのはイメージはきますけど、オンラインスクールっていうとどんなことやってらっしゃるんですか。3ヶ月で基本的にあの、はい、インターネットで動画を見て、はい、自分で覚えるっていうスタイルのオンラインスクールです。はい、なんか私も、どこにも着付け教室とかには通ってなくて、はい、本と動画で基本学んだタイプだったので、はい、結局やっぱりこの日に絶対着なきゃいけないとか、うんうん、目標設定をちゃんとしてれば、はい、そこに対して自分が着れるようになるんですけど、うんうん、日常生活でやっぱり別に着物なくても生きていけるし、はい、代わりの洋服があるから、はい、強制的に着られるっていう環境があるわけじゃないから、うん、やっぱいつまで経っても着たいと思ってても先延ばしになっちゃうっていうのがあって、はい、ただの強制的にそこで着てもらうっていうためのスクールなんですけど。なるほど、はい、この時は着てみたらいいじゃないっていう感じですね。そうですね、はい、3ヶ月でゴールはどこですか。一人で着れるというのがゴールですか。そうです、そこがゴールです。でそこから先もやっぱり卒業してからが本番というか、うんうん、その人にとっての本当の着物の生活の始まりだと思うので、うんうんうん、私たちがやってるイベントに参加してもらったり、うん、常に情報発信はしてるんで。なるほど。着物を着れるっていう機会はずっと提供し続けるっていうための最初の覚悟の参加ですかみたいな感じですどうですかというね。そうそうそう、なるほど。まあ当然スクールというですから有料でしょうけど、はい、まあ有料ってことはやっぱり覚悟ですからね。そうですね、そこに入った時点でやっぱり意気込みが感じられるわけですからね。うん、うんうん、なるほどなるほど。 それは3ヶ月、男性もあるんですか。男性はないんですよね、今のところは、うんうんうん、そのやっぱ着物の数が少ないというのもあるし、はい、男性は別に1日でもできるから、はい、教えてないという。あ、はい、そうなんですね、はい、まあ、本当帯結ぶだけなんですよ、男はね、うん、じゃあ帯の結び方を覚えればいいってことですか。あ、そうです、本当そう、ただそれだけ、ただそれだけ。確かにそれこそその大江戸温泉とか行った時に帯がいつも分からなくて、うん、まあでもそのああいうところの帯はリボン結びでも何でもいい、ね、うん、リボン結びだけどなんかただでさえ似合わないと思ってるんでリボン結びしてさらに本当似合わないなと思う。細っぽい帯はあれは正しい結び方多分ない。ないですよね、なんかための帯っていうか、あ、簡易的になっているから。でもなんかかっこいい結び方とかきっとありますよね。なんかあんのかな、ないのか。でも強いて言うんだったら位置じゃないですか、帯結ぶ位置。あ、腰より下の方。あ、まあそれは大きい。骨盤の方で結べばかっこよくなるんですね。実はそう、へそぐらいにこう下げるんだよね、グッて、下げて切る。あ、確かに上げてたかもしれない、ね、上げてたか、うん、上がっちゃうんだけどね、うん、うんうん、動いてると上がってきますもん、だから下げる動作を良くするよりも。ああ、なるほど。なんかそういう意味で太ってる人はお腹が出てると、あ、そっか、もうストッパーが絶対上がってこないわけです。そう、なるほど、いいっていうのもあるんです。あ、確かに、はい、うん、オンラインスクールというか男性の方に指導することもあるんですか。買った人、はい、古着とかを買ってくれた人にはその場でも着方を教えますね、はい、なるほど、はい、なんか僕普段から着るし帯結べるんでいつでも手伝いますんで、うん、あ、ぜひ、はい、そういうオンラインでもいいですし、はい、なんかねイベントの時に着させてあげる役でもいいですし、うんうん、それは助かります、はい、もういつでも声かけてください、はい、はい、はい、エンドウメカメンに着せるのは僕は嫌です。あ、そこちょっと生理的に嫌とかするんじゃなくて恥ずかしいんです逆にいつもこう回すじゃないですか、こうやって体もう女できないです慣れ親しんでる。恥ずかしいですね。半笑いになっちゃう。結構しっかりグッて体に密着して結んであげたりするから恥ずかしい。そんなできないです。確かに。はい、こんな感じでございます。なるほどね。へーへーってね。
なんか質問ありますか。ほう着物を着物っていうものに対してあと今考えておくのもう一話題話しておいていただいてなんかどうですか調子は。調子はい、あ初めてどれくらいですかその唯一無二ジャパン .com ドットコム、あ間違った、これついためっちゃ高くなった、はい、みんな検索できなくなるのでやめてもらう唯一無二ドットジャパン間違えました、はい、2年目ですね今。じゃあご自身着始めた時からってことですか。あそうですそうです、もう始めちゃおうっていう。へそうですね。調子はどうですか。ぼち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 してるな。でもなんか外国人の方向けのサービスとかも始めようと思って、はいはい、まだあんまりちゃんと軌道にそっちは乗ってるわけじゃないんですけど、はい、やっぱりなんか日本に来たら日本らしい体験とかしたいっていう人は多いじゃないですか、うんうんうん、はい、でこれからやっぱりオリンピックに向けてどんどん多分日本に興味を持ってくれる人とか来る人も増えてくるので、うん、はい、そういう人に対してなんかこう日本っぽいものってたくさんあるんですけど、はい、本当になんかこれが本物っていうのをやってるところとかは少なくて、うん、なんかやっぱり自分が着てるからこだわりが出てくるっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、そこが日本人の触れ合いとかだったりでもいいし、はい、あなんか本当日本っていいところだなって思って帰ってくれたらいいなと思ってて、うん、まあ、そこのコミュニケーションを取れるっていう意味でも着物を着付けるっていうのは人との触れ合いも含まれてるから、はい、着物を着る体験ってすごいいいんじゃないかなと思ってて、はい、私がそういった面で協力できるというか自分で活動にもつながる部分なので、はい、海外の方にも日本に来た時には着物を着てほしいなと思って、うーん、なるほど、このサービスをちょっとやってはいます。なるほど、すごくいいですね、はい、東京オリンピックに向けて、うん、今、まあ、外国人の観光者の方もすごく今増えてる時期ですし、うん、着物を着たいという方もいらっしゃるし、実際そういうサービスもありますけど、うん、そこでまた一つ特化して何かできることあるかもしれないですね、うん、普段から着てる方っていう立場からできることもあるかもしれないです。僕の友人で同い年の美容師がいるんですけど、はい、美容師の方この間なんかちょっと髪を切られながら話したところの一つの話題で、うん、はい、何かないかなみたいに言われたんですよ私何かないかなみたいな感じですよで僕ちょっとその時話したのが、はい、かんざしを使ったヘアメイクに特化した何かどうっていう話をしたんです。へー、その頭の部分、うん、美容師さんっていう意味で、うん、ヘアアレンジの一環としてかんざしを使ったアレンジを、特化してやるのはどうっていう提案を僕はしたんですけど、うん、それってちょっと良くないですか、そこの辺のなんていうんですか、体験の一環でかんざしを使ったヘアメイク、うん、 それ美容師はやっぱり得意ですから、うんうん、得意っていうか確かに今は分かんないかもしれないけど髪をいじることにかけたらやっぱり慣れてるところなので、うん、なんかのタイミングでそのかんざしコラボレーションどうですか。かんざしコラボレーションね、いいそうですよね、はいはい、女性の方せっかく和服その普通のまとめた髪じゃなくて、うん、可愛いヘアアレンジとか髪飾りだったりとかっていうのも着物とセットでやるってのはちょっといいかもしれないですね、うん、そうですね、やっぱりヘアスタイルもセットじゃないと、うん、なかなか決まらないっていうかやっぱ素人とかが出てきちゃう部分なんで、うん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 、で女の人もやっぱりヘアセットしてもらうだけでもテンションが上がるから、はい、そこは大事なんてすごい思いますね、はい、うん、なんか折には紹介させてください。はい、ぜひ、はい、かんざし、かんざしさん、かんざしさんのこと、かんざし、あれ美容師さんじゃなくて美容師さんです、美容師の、それもう一回言ってみよう今度、はい、言ってみますよ、ね、いいです、着物を着てる方がかんざしさんでしたなんだか分かんないですなんだか皆さんどうですかかんざしってあれは箸みたいなもんだな、あ棒ですね、もう一本ね、うん、着物なんですかね、その習得するにあたってやっぱかんざしの知識とかも全然ね、かんざしっていうのはね髪飾りの一つなんだけど、ただ刺すだけなんですか。何かっていうと着物って、はい、襟とかこの辺に触れないように髪をまとめるので、ね、上に上げるじゃん大体着物着る人って、はい、浴衣とかで若い人はピャッて普通にしてる人もいるけど、はい、ちゃんと着るってなるとやっぱりこうまとめたりするんだけど、はい、それのまとめるためのアイテム、うん、
うん、あなるほどね、うんうん、触れると何かまずいんですか。あまあ汚れるしかっこよくないんだよ、ね、あなるほどね、へえ、うんうん、それのためのアイテムだからその髪飾り今日してらっしゃるけど、はい、そういうものの一つでアイテムとしては噛んだし、うん、いいねだ昔はほらだから惚れた相手へのプレゼントにかんざしなんていうなその着物の時代よ、かんざしが欲しいわなんつって言ってね、うんうん、新しいかんざしが欲しいわ、かんざしとか帯とか、うん、やっぱその和の小物っていうのがプレゼント の、 そうトレンドというか、うんうん、だったんですね。かんざし屋なんてもいっぱいあったと思うし、うんうん、あとは草履とか下駄とか、うんうん、ですな。なるほど、はい、うんうん、そういうものを外国人の方にまあ日本人もですけど、うん、楽しんでいただくのはちょっと、うん、かんざしは日本の文化で間違いないから、うん、そういうのはいいなという提案でした、うんはい、いいと思います、はい、うん、何かありますか質問。質問ねあんま思いかも本当ですか。唯一無二ドットコムドットジャパンドットジャパン、はい、唯一無二ドットジャパン、はい、でそれ正しく合ってますよね。合ってますよ。あであでで何ですか。ドットコムなんて言ってたは企業かなんかその個人の活動名です。へ、じゃあ チーム的な。チームじゃない個人ですね。お一人でやってらっしゃる。あ、うん、そうです、はい、販売もレンタルも着付けのもオンラインスクールも お一人でやってらっしゃる。自分で始めた。あ、はい、それは素敵だ、うん、浅いね浅いそれは見てみてください。あはい、あのそれは見てください、はい、もちろんイベントあるじゃないですか、はい、そのまあ着てこようっていうのはまあ分かるんですけど、なんか他に、うん、そうメインのこととかはあるんですか。そのあまあまあ確かに、ね、内容ね、はい、着る着て集まってご飯をするだけじゃなくて、あ、まあ、例えばまあ夏った花火を見るとか目的があるかって話でしょ。はい、あまあご飯を食べるでも僕はいい。あまあまあそうだね。もう基本的にはあんまりない。なんかその着物を着るっていうところがメインになってるっていうか、はいはい、あと人との交流。ああなるほど、ね、あそういう感じ で、 でも今ほらあの芸術の秋とか、はい、食欲の秋とか、はい、うん、いろいろなんか、まあ、だんだんこう暑さも落ち着いてきてみんなが活動的になってくる時期でもあるじゃないですか、うん、だからなんかそういうのとコラボじゃないですけど、はいはい、もうちょっと着物着るだけじゃなくて、うん、プラスアルファで面白い要素を入れて、うん、なんかやりたいなとは思ってて、はい、なんか最近結構あの日本画とか、はい、あの浮世絵とか面白い展示がいろんなところでやってるんで、はい、そういうのを、まあ、着物を着て見に行くとか、そういうのいいんじゃないかなと思ってます。今、企画されてるイベントは今あるんですか。今はまだないですね、ちょっと、うん、はい、まあ寒くなる前に一回イベントがあったらいいですね、うんうん、せっかくなんで。そうですね、寒くなりすぎるとねそれはそれで、はい、そうですね汚れるのも気になっちゃうしね、あの雪とか降っちゃうと、うん、あーそうですね、はい、うん、寒くなる前に、うん、あの無難な時期にあるというね紅葉がねもうちょっとで始まるから。あ、紅葉いいじゃないですか。そう、いいですよね、はい、紅葉なん東京で紅葉知らないけど、僕ら福島県出身なんですね。あ、だから山育ちなんで紅葉はなんか身近ですけど、東京の方って紅葉身近なのかな、うん、でもなんか気づいたら終わってますよね大体。そうですよね、うん、何にしろなんかいろいろなものが過ぎ去るのが早いですよね東京は早いですね。あ、そういえばみたいな、その商売的なハロウィンとかクリスマスとかえらい前からやってるけど、うん、そういうなんか紅葉とかってお金になるもんじゃないから、うん、東京であんまり見かけないじゃないですか、うん、紅葉フェアとかないじゃないですか別に。東京確かにちゃんと見に行かないと見ない気がしますだよね、うん、田舎にいるとなんか風が変わって、うん、あ、葉がだんだん黄色から赤になってきたとかなんかあるじゃないですか。黙ってても見ますから、うん、うん、確かにね、そういう意味では、うん、感じないかもしれないね季節、うん、感じづらいっていうのかな、うんうんうん、紅葉いいじゃないですか、ね、紅葉で着物で紅葉を見に行くのいいじゃないですか。そう、なんかちょっとハードル高いんですけど、私個人的に高尾山に行きたいなと思って。はるばるって言うんですよねそういいじゃないですか。遠路はるばる。高尾山はあれ着物とかでも登れるんです。登れるというか、いや結構みんな大変なんじゃないかな。結構傾斜あるね。ロープウェイあるけどね。あ、そうか。あるっけ。ロープウェイあれどっからでしたっけね。
それで行くのも一つの手ですよ。もう一層のことペッて行っちゃう、ロープウェイで行くっていう、うん、別に着物で歩いてみるのがあれじゃないですもんね、目的じゃないですからね。そこに行って、うん、綺麗な写真を撮れれば、そう、写真を撮れっていうのはやっぱ大きなモチベーションですよ ね、 ね、そこポイントですよね、うん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 、なるほど、うん、写真はいいですね、いいですね、すごいいじゃないですか、いろいろこうありますよ、写真撮影会をやってみたりとか、うん、紅葉を見に行くとか、うん、なんかやっぱりまだまだまだ未開拓なところがあるから可能性がありますね、着物の世界、ね、そうですね、これから東京オリンピックもあって盛り上がりますし、うん、僕が思うにオリンピックの選手団とかそういうなんか人たちが来たらかっこいいなと思いますけどね。あのなんか予定あるみたいです。本当ですか。あの開会式いいですね、その時にセレモニーできるみたいな、うんうんうん、いいですね。僕がその着物を広めるのは個人の力では無理だと思ってて、うん、無理っていうか草の根的に着る人がちょいちょい増えるのはまあまあ無理な、無理っていうかちょっと力になるんですけど、うん、やっぱり雑誌で特集を組むとか、テレビで、ね、大きいところから、そうテレビで特集を組むとか、うん、なんかそういうコネクションがあって、うん、着物なんて気軽だよなんつって、もう見慣れたモデルの人とかがペッて普通に来てるとかだったらやっぱりバーッと広まると思いますね、うん、有名人とか、そうやっぱそういうことなんだと思いますよ、うん、トレンドをだんだんそっちに持っていく活動はできますし、うん、やっぱそういうことをやってるうちにそういう人たちと出会ってテレビとかでも面白いと思ったらテレビとか雑誌はやってくれるから、うん、そういうのはだんだん広まっていく、まあ、実際来てる人口とか増えてる感じしますし、うん、だんだん東京オリンピックに向けてあのどんどん動いていっていただいて、うんうんうん、僕も手伝えることかな、男の着物普段着の立場から手伝えることも多少あると思うので、はい、いつでも声かけてください、はい、あとかんざしの美容師さんなんかのタイミングで紹介しますそうですね、はい、あとエンドフィメック仮面がイベントに行きますんで、はい、いつデビューするか楽しみ、どうする着物デビューですかねあのなんかマネキンとして使いたくなったらいつでも呼んでいただける最初大事だよ、一番最初の着物経験大事、うん、鍛えといた方がいいですか。いや着物初めて着た方の声っていうコーナーにやっぱ出るからじゃあ思ったより楽でしたとかって、じゃあボキャブラリーを増やしよう。そうそっちの経験の方がいいですね。思ったより楽でしたその辺のね、ありきたりなワードじゃないやつ。そう。こうでこうでこうだったっていうのが欲しいですよ。広めに、ね、あそうなんだ納得するようなやつ。じゃあ頭良くなっときます。お願いします。はい。意外とあと2分半で終わっちゃいます。うん、そんな感じなんです。あの、はい、お話聞けてよかったです。はい。ありがとうございます。はい。目標はありますか。目標今の活動のひとまずここまでたどり着きたいっていう、あの最終的には教育で子どもたちに来てもらう環境を増やしたいっていうのがあるんですけど、もうちょっと手前では産地とのつながりを持って、はい、実際に作っているところを多くの人に見てもらいたいのもあるし、はい、その、 あの地方の産業をされた活性化にもつながると思うので、はい、そういうのと結びつけられて、うんまあ、都心だけじゃなくて、うん、日本全体がこう元気になるような仕組みが作れたらいいなと思ってます。なるほど、ね、昔の日本の復活といいますか、やっぱり日本って日本だったわけだから、うん、それを学校でっていうのはいいかもしれない、うん、経験だからね。あの日本の政府の発表で着物の日を作るかもなんていうのがあってさ、へ1年に何回やるか分かんないけど着物で出勤しなきゃいけないみたいな日ちょっと強気だよね。それはちょっとやりしなきゃいけないって言われてもっていう感じでしょまたなんかそういうね強制的な、ねうん、制度、まあ目覚める人は多少いるかもしれないけど、普通に道徳とかの時間とかでそういう授業があってもいい、うんうんうん、あそうですね、うんうん、それは思います。結局自分はなんかあのテーブルマナーとか習った記憶がない。あそういうことなんだね。だからそういうノリでやるのはすごくいい、はい、だから水泳も泳げるんじゃなくて、うん、命が助かる泳ぎ方を教えるべきだと思うしね、浮き方とかやっぱ教わる方が実践的な、ね、ものがいいですよね。そういうことですよね、うん、着物もそういう感じで、なんかでもちょっとずつ行ってる感じも、あの 古着物屋のタンス屋さんなんて教育服活動しようとしてますしね、うん、はい、うんうん、そんな感じで今度イベントに参加してその時の体験談を今度お話しできる時が来ると思いますねその時も来てるかもしれないし、ああそうあれすっかりですね洋服捨てましたあれすっかりハマってまんまとですね、はい、それがいいな、そういう風になる人が増えたら
いいな。別に俺は着物お世話せじゃないんだけど、洋服の一つとしてはなかなか素敵だと思いますよ。で、今日のゲストは唯一無二ドットジャパンのユニさんでございました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。またどこかでお会いしましょう。はい、ありがとうございます。さようなら。